薩摩仙台市立山田小学校は、鹿児島県薩摩仙台市東郷町山田にあった、市立小学校。薩摩仙台市の中部、旧東郷町の東北部に位置している。学校は山地に囲まれた平野部にある。また、学区外から通学できる、小規模校を入学特別認可制度指定校に指定されていた。2017年、旧東郷町の区域にある藤川小学校。 南瀬小学校、鳥丸小学校とともに、統合小学校へ統合。さらに、東郷中学校との小中一貫教育校を設置することも検討されている。1878年に創立。1886年に小学校令が施行されたのに伴い山田神城高等小学校に改称し、1941年に国民学校令が施行され、 山田国民学校に改称した。第二次世界大戦終戦後の1947年に上東郷村立山田小学校に改称1952年に上東郷村が調整施行したのに伴い、東郷町立山田小学校に改称した。2004年に東郷町が川内市等と合併し、薩摩仙台市となったのに伴い、 薩摩仙台市立山田小学校に解消した。2017年1月10日現在の全校児童は15人で、2017年に139年の歴史に幕が下ろされ、薩摩仙台市立統合小学校へ統合された。ありがとうございます。